プトゥイは、スロベニアの都市及び、基礎自治体。スロベニア北東部、シュタイエルスカ地方にある。人口はおよそ2万3000人。市の内外に、多くの公園、公共の場所があり、多彩なナイトライフが楽しめる。プトゥイ城の城壁に刻まれたウロボロスプトゥイは、スロベニア最古の都市の一つである。石器時代に、歴史は遡り、ケルト人の定住は、 鉄器時代後期であった。紀元前一世紀、この定住地は古代ローマの支配下に入る。69年、ウェスパシアヌスミカドがプトゥイの彼の不評軍団によって、ローマ皇帝に選ばれた。そして最初にプトゥイの町について記載されたのも、同年からである。ラテン語名ポエトビオは、俗州パンノニアにおける、第13軍団ゲミナのベースキャンプが置かれた。当時のローマ皇帝トライアヌスは、 定住地に植民史の特権を与え、自身の名にちなんでコロニア・ウルピア・トライアナ・ポエトビオと103に命名した。450年に、噴族によって略奪に遭うまで、市には4万人の人口があった。570年、市はアバール族とスラーブ人に占領された。プットゥイは8世紀終わりにアバール族国家が崩壊すると、フランク王国の一部となった。 840年から874年の間、市はプリビナとその子コツリの2代が治めたスラブ人国家のバラトン君主国に従属した。874年から890年、プトゥイは次第にザルツブルク大使教座の影響下に入っていった。町としての特権は1376年に与えられ、定住地の経済的発展が上向き始めた。ドイツ名、 ペッタウとして1555年にはシュタイアーマルク公国に併合された。城から見たプトゥイ・ペッタウはオスマン帝国のヨーロッパ侵入の際には戦場となり1684年、1705年、1710年、1744年には大化に見舞われた。その人口と重要性は19世紀になって衰え始めたが、 オーストリア南部鉄道のウィーン・トリエステガンが完成後、その路線がマリボルまで伸びた。1910年のオーストリア・ハンガリー帝国の国勢調査によると、プトゥイ旧市街人口の86%がドイツ語話者で、一方で周辺村落は圧倒的にスロベニア語話者が多かった。第一次世界大戦終結によるオーストリア・ハンガリー帝国の崩壊後、ペッタウは 単名国家ドイツ・オーストリア共和国に含まれた。しかし、スロベニア人将軍ルドルフ・マイスターの軍事介入後、ウンターシュタイアー・マルク地方全体が、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国に含まれることとなった。戦艦機プッティンと解明した街に住んでいた自身を、ドイツ人と認識する人々の多くは、比較的強力な少数派ドイツ人が残留したにも、かかわらず、 急速に減少した。1941年4月のユーゴスラビア侵攻後、プトゥイはナチスドイツに占領された。1941年から1944年まで街のスロベニア人住民たちは追い出される過酷外へ追放された。彼らの家は南ティロルとゴッドシェイ地方からやってきたドイツ語話者らに取り上げられた。彼らは アドルフ・ヒトラーとベニート・ムッソリーニの同意によって、その力を追い立てられてきたのだった。これらの新規ドイツ人移民は、地元出身の自称ペッタウアーであるドイツ人と同様に、1945年のドイツ人追放によってオーストリアへ追われた。多くは、その後北米へ移住した。1945年以降、プトゥイは、ほぼ完全に、スロベニア人住民で占められている。 プトゥイトータウンホール、ありがとうございます。